三官とは、中国の律令制において、貴族、官人に与えられた秩序体系に対応して与えられる称号のことで、日本における異界に相当する。日本では、式時間についていない、三位のことを三官とも称したが、中国における三官は、式時間であるか否かを問わず、受給したより、上位の品階を持つすべての官人に与えられる。また、 文官と武官によって与えられる参官が異なる。さらに、中国の小一品は、進化では参考箇所高王に限定されるために、これに相当する参官は設定されていない。なお、参官に用いられた官名は、もともとは内容のある官職であったが、随意後には実験を剥奪され、品海を与えられた者に対して授与される名誉のみの、 称号となり、数字表記の品回に変わる故障として用いられた。式時間についているものの場合、その三観に相当する、品回と原人の式時間に相当する、品回は同じであるが、抜擢や左線などによって稀に一致しない場合があった。その場合、三観より、式時間の品回が高い場合には、式時間の前に、守るをつけ、反対に、三観より、 式時間の頻回が低い場合には、式時間の前に行をつけた金紫鉱緑大奉行部修士し,しこの守ると行の用法については、日本の完成においても引き継がれた。幼霊。13位守る大納言。聖護異行、身の守る。ありがとうございます。